ということで本日はここちょっとねテレビ台についての、えー、お話をしようと思うんですけどあの今こんな感じでテレビ台があるんですけどこのテレビ台何個か問題があって一番あのー、でかいのが高さが低いんですよねこれまずねどういうものかっていうとこれねあのー、ちゃんとしたテレビ台ではなくて なんかこう、カラーボックス的なのを横置きして、こうなんか実家にあったなんか廃材的なの、ちょうどいい大きさのやつがあったので、これを白にペイントしてヒンジで、この上の部分をくっつけてるっていう感じですね。なんかこうスリムタイプの、これニトリで買ったカラーボックスなんですけど、スリムタイプのあのカラーボックスみたいなので置いてるんですけど、 高さが全然足りなくて、これあのね、本当にこのソファーに座ってみると、めちゃくちゃあの、下を向くような感じで、あの、見ないといけないし、このテーブルに干渉したりとか、あとこの、台所とかダイニングの方からね、見えなかったりとか、もう何せもう、テレビの高さが低すぎて、めちゃくちゃ不便なんですよね。あとはこの、色ですね。この、ダー、ダークウッド的な色がね、地味にこの部屋に合わないのと、 あとこれ、ちゃんとした木だったらまだいいんですけど、印刷なんでダサいんですよね、カラーボックスなんで。あとは、これ、後ろ。後ろね、これ、だいぶ、よいしょ。だいぶケーブルがね、ぐちゃぐちゃしてるんですよ、ほら。そう、このね、カラーボックスね、背面、なんか、以前は、なんかちゃんとした、なんだあの、 ベニヤ板的なものがね、このカラーボックス裏貼ってあったんですけど、それなんか取っちゃったんですけれども、その取ったのなくしちゃったんですよね。なんで配線がもう完全にね、後ろに出てきてしまって、で、これここカーテンちょうど閉まるとこなんでめちゃくちゃ干渉するんですよね、カーテンに。あとなんかこう、見た目というか、もう悪いし、なんか、いつかどっかのケーブルとか抜けそうだし、あと、 あの、管理もしにくいじゃないですか。例えばなんかこう、新しい、あの、デバイスを導入するとかってなった時も、配線あれすんのめっちゃめんどかったりとか、どれがどのケーブルかわかんなかったりとか、ちゃんとしたテレビで買ったら、こうなんかこう、後ろのとこなんかこう、あの、配線の穴が開いてたりとか、ちゃんとその、配線する想定なので、こう配線しやすいような設計されてると思うんですけど、これに関しては全然なくて、 紅あでもベニいたなんか後ろを塞がれてたら塞がれたでその配線用の穴とか,開け,なかった開けないといけなかったと思うのでそれはそれで面倒くさいと思うんですけれども、まあ、なんでちょっといろいろな問題がありちょっとずっとテレビ台の買い替えを検討してたんですけれどもあの今回はですねいろいろねめちゃくちゃ調べてていい感じのものを見つけたのでちょっとご紹介したいと思います。 あちなみにこの白い部分はね、この上に開きます。こう、ばッっと開きますね。で、中もめちゃくちゃ汚いんですけど、はい。ここにアンプがあって、で、あそこら辺がこう、テーブルタップとかハードディスクとか置いてありますね。で、一番向こうにモデムとルーターがあります。汚いです。映像であんまりお分かりいただけるか分かんないですけれど、めっちゃ低いんですよね。 えっと、目線でこれあの、ソファに座ってまっすぐ、首を曲げずに、えっと、見た感じが、こんな感じの高さですね。なんで、こう見るとテレビどんだけ低いかっていうの、これ43インチのテレビで、今1.5メートルぐらいね、この目線からね、画面まで離れてるんですけど、あの、あれですね、低い、低すぎますね。あの、こっちにデスクとかね、 これあるんで、こっちと比べてもらうとお分かりやすいと思うんですけど、ここのあの天板との、これ、だいたい机の天板はこれ70センチぐらいなんですけど、そう考えるとですね、あの、めちゃめちゃ低いのがお分かりいただけると思います。だからもうテレビ電話はこれ30センチもね、20センチ台なんですよ。だからせめて40センチぐらいは欲しいなっていうところですけどね、この椅子の、椅子の座面くらいの高さは欲しいですよね。 じゃないとちょっと埃にもなるしちょっとねあのめちゃくちゃ <laughs> 使いづらいですあとやっぱこういうディテールとかもちょっとね安っぽさが出てるんですよねちょっとネジが出てたりだとかまあ、あとこれね木目がこうあの反射の仕方でこう印刷だっていうのがよくわかるじゃないですかでなんとなくこれ結構前から使ってたやつなのでなんとなくボロボロ感あるし まあちょっと弾いてみた感じですけど、もうちょっとかっこよくなりそうな感じしますよね。はい、ということで今、PC の画面をですね、あのレコーディングしてお見せしていると思うんですけど、えーまあ、テレビ台ですね、IKEA のテレビ台がいいなと思っているんですけど、IKEA のベストっていうシリーズのテレビ台がめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃこう、いろいろ組み合わせられて、 自由度が高いというか、なんで、あの、それがいいなと思って、今から詳しく説明していこうと思うんですけれども、あの、ウェブ上でね、シミュレーションできるんですよ、その組み合わせを CG で。これなんか店舗の PC みたいなのでもできるんですけれども、ウェブでこんな感じで、あの、意見はベストをシミュレーションみたいな感じで調べていただくと、ベストをどのようにデザインしますかっていうのが出てくるんで、まあ、ここからこうシミュレーションができる、えっと、サイトに。 いきますこれですねちょっとこの PC 画面収録してると重くなっちゃってあのそれプラスこれはあの結構 3D 的なグラフィックの処理が必要なのでかなりちょっと重くなって見づらくなってしまうと思いますがちょっとそれはご了承ください、まあ、こんな感じのページが出てきて、えーっとまあ、デザインを再開するっていうのはこれは前デザインしたものをもう一回 再開してあのデザインしていくっていうのとかあと真ん中のがもう完全にこう無の状態ゼロの状態から自分であのアイテムをあの選択してあのシミュレーションするっていうようなものですで右のやつインスピレーションからデザインっていうのがこれはあ,のある程度テンプレートがね用意されていてこんな感じですねテンプレートが用意されていてまあ あの最初からある程度、えー、と家具の配置が、えー、されていて、えー、ここから自分でいじっていくというような感じのものになっておりますこんな感じですねはいある程度のテンプレートがあって、まあ、ここから扉を変えたりだとか自分でいじっていけるよというようなことです、まあ、自分はねあのー、白紙の状態からやりたいんで白紙からデザインというところを選びます で、まぁ、あ、ちょっとね、ここ説明しやすいんで、そのベストっていうね、その、エ e アのせ、せあのー、アイテムがどういうものかっていうのを解説したいんですけれども、まあこう、なんて言うんでしょうね、家具の分類としては、まあ、キャビネットというか、まあ、収納とか、えー、そういう部類に入るもので、あの、全部そのね、あの、ベースになるキャビネットの部分とか、 あのそのキャビネットの部分からまあ大きさとかサイズとか選べたりとか扉も自分で選んだりできるとかあと取っ手とか足とか天板とかも全部自分で選べるっていうそのベースのキャビネットとかも高さがいろいろあったりとかあの幅がいろいろあったりとかめちゃくちゃこうだからもうあの何通りもの組み合わせがね自分であの好みなあの感じにできるというようなね めちゃくちゃカスタマイズできるようなものになっててかなりイケアの中では目玉商品になってるんですけれどもこれが結構あの自分のなんかこう条件にも合ってるし結構あのデザインとかも気に入ってるんでいいのかなっていうふうに思いますフレームっていうのがこれまあベースになるこのキャビネットの部分ですねこの白とかこうナチュラルウッド的なホワイトステインオークっていう色らしいですねあとブラックブラウンっていう色 があったりして、えー、まあこんな感じでねあの箱が1つのものあったりとか高さがあるものあったりとか横にですね2つとか3つあのボックスが仕切りがあるものとかもちろん高さの違うものとかもあったりしますね。はいでこのフレームをベースにして、まあ、扉とか引き出しをつけることができます。この扉の開き方とかもねなんかヒンジとかも選べますね。 あの引き出しにするかとかも選べますしまこんな感じでこう凹凸があるのもあるしこう模様が入っているのもあったりとかあとガラスのやつもありますねガラスもなんかクリアなガラスとスモークが入っているやつとかいろいろあったりとかあと枠縁取りがしてあるやつとかこのなんかあのモルタル調のやつとかいろいろありますねなんか鉄っぽいやつとかめちゃくちゃ扉種類ありますねあの光沢か非光沢かとかでもありますし あと、こんな感じで、なんて言うんでしょうね。こう、編み込み的な感じのやつもあったりとか、扉だけもいろいろあ、扉だけでもいろいろあって、で、あの、キャビネットにしっかりと、あの、全面にくっつくようなサイズになってたりします。で、ま、取っ手とかも、いろいろ選べます。こんな感じでですね。取っ手の部分。取っ手も、 こんな感じで色々ありますつまむタイプのやつもあれば指引っ掛けるやつタイプもあったりとか取っ手だけでもねこれ種類がすごいですねかだからかなり自分好みにねカスタマイズできますもう他のキャビネットもあの扉も白なんですけどもうあの取っ手だけ黒にするとかあの金色にするとかそんなこともねできます自由にあのカスタマイズできるんで。 で、インテリアっていうのが、これは棚板ですね。棚板も色々、色があったりとか、あとガラスのもの、鉄のもの、あったりしますね。ボトルラック、あ、これワインとか置く用のやつなんですね。まあそういう用途にも使えるよっていうようなことです。あとトップパネルっていうのが、これはね、別にあの、あってもなくてもいいんですけど、完全に使い勝手とかデザインの問題なんですけど、あの、一番上のトップの部分に、こその、 まあことでうねあの素材あのキャビネットと同じような素材とか色のやつもあったりあとガラストップとかもあったりするんで上ガラスにして高級感出したりとかそういうこともできますはいお部屋のデザインっていうのはこれ部屋をあの寸法を変えて、まあ、自分の部屋の大きさにして大体の,こうのサイズのイ あのー、何て言うんでしょうね、自分の部屋に置いた感じのイメージを、に近づけるみたいなことができるやつです。一応ですね、ちょっと、このお部屋のサイズから、あの、変えていきたいと思うんですけど、えっと、大体ですね、えっと、この今、えー、っと、この、しっかりと見えてる、この壁を、あの、窓があるですね、今、テレビのある、あのー、壁にして、 でまあ、こっち側にね PC とかあったりとか小窓があったりする窓がこっちですねでこっち側にこうベッドとかあるような感じでここら辺の今見えたる床の辺りにソファーとかがあるっていう向きで考えていくと大体いいですね幅がどうだろうなこれ 4m ぐらいですかね一応 4m にしとくかこれセンチなのかあれちょっとキーボードが。 聞,かない聞いた4 0 0百。四百。あれ数字がなんか数字が入んないあ四400ですねで高さがまあ260ぐらいでいいか260ぐらいですよね大体で奥行きがこれまあ奥行きはねあまり関係はないんですけど 3, 3 5, 3. 5メートルぐらいですかね はいまあこんな感じの、えー、と部屋になっておりますねサイズ的には自分の部屋に近づいたんじゃないかなと思いますではまずあの早速ここにあのこの,あのキャビネットを置いていこうと思うんですけれどもこのベースとなるこのキャビネットのフレームの部分はこれですね高さが低いバージョンの この中に仕切りが2つついてるものこの収納の部分がボックスの部分が3つあるタイプですねあのベースはこれですあちなみにね右上にこの値段とかが出てきてあのこの組み合わせだといくらっていうのも計算してくれるんで、まあ、金額の目安もつきやすいっていうのはありますねでフレームこれ白白にします白で 扉はえー、っとですね。これ。こんな感じでね。あの縁取ってあるタイプの分かりますかね？これね、あのなんだろうな。あの縁のところにこう角材が貼ってあってこう。あの凹凸になってて、あの縁取りがこうされてるっていう感じのね。やつなんですけど。 まあこういうデザイン、なんか真ん中だけくぼんでるみたいな感じのデザインのやつなんですけど、木製のやつですね。こういうデザインがちょっと好きで、これからこの部屋にも合うし、ただこう、ただのこの白っていうのもあるんですけれども、ちょっとこういうデザイン入ってた方が面白いかなっていうのと、なんかある程度のちょっと個性というか、デザインは欲しいんだけど、 やっぱちょっとシンプルにしたいみたいな。結構ね、この部屋は主張するものがもう多いので、もうこれ以上なんかこう主張するものを入れていくと、また今度、あ、なんかちょっと違ったな、みたいな感じになりそうなのがちょっと怖いので、もう本当にこう、主張、主張はしないんだけど、ちょっとだけこう、あの、個性を出したいっていうので、まあ自分の好みとして考えても、これの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。 であのー、前まではここどっか1個か2個ガラスにしようと思ってたんですよそれもあのー、あれですねあのー、電波がねあの通んないですよこのタイプだと木製だとでもガラスだと電波が通るんでまあ、例えばこうレコーダーとかなんか w i f i のルーターとかゲーム機とかそういうやつはそのガラスの扉のところに入れないとあのー で、あの、操作、外からリモコンとかコントローラーで操作できないんで、あの、ガラス扉にする必要はあるんですけれども、まあ、あの、よく考えるとね、まあ、あの、そう,そうそうそう、どうしてもなんかね、ガラスにするのがちょっとダサくなりそうで嫌だったんですけど、だから、この全部この、3枚全部この扉にしたかったんですけれども、でもちょっとよく考えたらね、あの、電波の通るものはあんまり入れないかなって、 思ってるんですよね今だとするとなんかアンプとかが視点入ってるんですけれどもあ、うん、あのまあ、そのうちあのスピーカーとかもちょっと変える予定だしあのあと何だっけ、えー、とルーターとかモデムとかも今入ってるんですけれどもそれもちょっと違うところに置こうかなって考えてるんであのいいかなって思いますね、はい、でも、まあ、背の低いものだったらこのあの天板の上に置いたりしてもあんまりあの 目立たないと思うので、あの、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね、これで。まあ、とりあえず、扉のデザインはこれにするよっていうようなことですね。白です。白白。キャビネットも白で、扉も白っていう感じですね、まあ。あんまりね、主張させたくないんで、本当にね。あと、取っ手は、あ、そう、取っ手はね、つけないでいきます。あの、プッシュオープンみたいな感じのね、あるじゃないですか。あの、磁石でくっつくタイプの、こう、 カチッてまあ、テレビ台だとよくあると思うんですけどカチッと押すとビョッて扉が出てきてでもう一回カチッと押すと縛るみたいなそんな感じのやつまあ、半自動的な感じでこう押し出してくれる機構あるじゃないですかあれにしようかなと思ってるんで取っ手はつけないですまあ、つけてもいいんですけどつけた方が多分貨幣楽だと思うんですけれどもちょっとデザインの問題でですね扉まあ、扉扉じゃないわ取ってなくてもね不自由ではないのでいらないかなっていうようなことです で、足なんですけど、あ、これ。これにしたいんですよね。この銀色の細めのやつがいいかなっていうふうに思います。なるべくこうスタイリッシュにしたいのと、あの、ソファーとかと合わせて、この木材の足にしようかなと思ったんですけど、ちょっとゴご,ごつすぎる感じがするんですよ、これ。結構足太いんで。 だからちょっとスタイリストにしたいのと、あと、鉄素材がもうちょっとあってもいいかなっていう感じがしたので、これいいんじゃないかなって思いますね。あの、鉄製の細めの足。金色とかもありだな、これ。あ、金色でもいいかもしれないですね。これは金色にするかもしれないです。金かっこよくないですか、これ。金色ありかもしれない。ちょっと金でいっときますか。 引んでいきましょうで、うわあ拡大しすぎであとはインテリアですねまあねあのー、これ正直言うとねあのー、配線とあのー、高さ出しの問題なのであんまりねインテリアはねそんなにはいらないんですけどまぁ、あ、各各収納のこのボックスの中にまあこの タイプのタ何て言うんでしょうねこの棚板とか入れといてもいいのかなこんな感じでまあこれ完全にあのキャビネットと同じ素材同じ色の棚板ですけどガラスとかもあるんですけれどもあのなんかこうガラス扉でなんかディスプレイするとかっていう場合はガラスの棚板にした方があの下まで光が届くっていうのがあったりするんで ガラスにした方がいいと思うんですけどまあ一応あのこのキャビネットと同じまあ別に値段も変わんないしガラスでもいいんだけどまあ一応このキャビネットと同じ素材のこのえー、っと棚板を入れときましたで、えー、トップパネルはね自分はつけないと思いますはいで、えー、これで以上かああとあれなんだっけあのね テレビをね、マウントするね、アタッチメント的なのをつけたいんですよ。あれあんのかなまあ製品としてはあるんだけど、このシミュレーターの中に出てくるのかなこのね、このベストのこの背面のところに取り付けて、まあこう壁掛けテレビみたいな感じにできるものがあるんですけれども、ここからこう支柱を伸ばしてきて、 でその支柱の先っぽにこのベサのマウンターがついててそこにこうテレビをマウントできるっていうようなもので結構テレビ下のスペースがねあのいろいろ物を置けるようになったり掃除しやすくなったりとかあと配線しやすくなったりあの地震で倒れたりとかしないんであのそういうなんかこう擬似的な壁掛けテレビみたいな感じでねやりたいと思ったんですけどそのねあのマウントがないわ。 うんあるとしたらあこのシミュレーターにはああでもそっかこのあのキャビネットの部分をあのなんだシミュレーションするだけだからそれはないのかもしれないですねまあい,いやまあ製品としてはこ出てくるかなすぐ。 カーソルがなんかめっちゃ飛ぶんだけどこれええー、んて調べて出てくるだろうなあれなテレビのななんだろうなあれはアタ,アタッチメントにいるのかなうん出なそう ないねやっぱテレビ壁掛けじゃないなんて調べは出てくるだろうなあったテレビベストで出てきましたこれですね テレビ用ブラケットまあさっきのシミュレーターにはなかったんですけどこんな感じの製品で、まあ、この4枚目のね右下の写真のようにこのあのキャビネット専用に設計されててこんな感じで背面にくっつけてでこう支柱で上に伸ばしてきてテレビを、まあ、この右上の写真みたいな感じでマウントできるというようなものですね。だからこれあの あのー、壁とかに穴開けなくてもこうテレビを浮かせられるっていうような感じのやつですねこれをねちょっと導入しようかなと思いますまあこうするとね、まあ、あの掃除とかあとなんか移動させたりとかする時もあのテレビ一緒についてくるんでいいかなと思いますねあと配線とかもこの後ろのところに這わせられるじゃないですか だからこうテレビだけじゃなくてあのこのねあのトップパネルのところに置いたあのデバイスとかもここにあのケーブル収納してだからその、ね、配線の処理がこれあることによってやりやすくなるのかなと思ってちょっとこれの導入を考えております、まあ、というようなことで一応ですねあのこんなテレビ台にしようかなというふうには思いますね。 やっっぱ足金なのかっこいいななここんな感じですあこれあの横から見るとこの,あの扉のデザインとかよくはお分かりいただけると思いますけどこんな感じにしようかなって思いますね。この上にテレビとあとスピーカーなんですけど今なんかこうブックシェルフスピーカーみたいなのをあの左右置いてるんですけれどもそれをあのサウンドバーみたいなこうバータイプのスピーカーにしようかなと思ってますね。 まあそれを置いたりとか、まあいろいろこうディスプレイしたりとかしたいなと思いますね。で、あの大きさ的には、まあ高さがねだいぶこれもう3倍くらいになりますね。これだと。もうね、このキャビネットの部分だけで多分3、40センチあるし、この足もついてるんで、まあ50センチぐらい。だから普通の椅子の座面ぐらい、もしかしたらそれ以上くらいの高さはあると思います。 で、あと奥行きがちょっと伸びますね。奥行きもね、足りない感じしたんで良かったんですけれども、幅についてはこれ、ほぼ変わらないです。180センチなんで、幅はほぼ変わらないんじゃないかなって思いますね。はい。で、はい、これ背面、背面見れるのかなあ背面見れないのか。あ、それこそさっきの画像とかいいかも。 あこれですね。こんな感じでですね。もちろん後ろ塞がってるんで、あの、いいっすよね。こんな感じで、あの、後ろ塞がれてるんで、この後ろすぐカーテンなんですけれども、干渉したりしないっていう。なんでかなり、あの、いいのかなって思う、使いやすいのかなって思いますね。配線庫もあったりとかして。まあ、こんな感じで一応ね、あの、 テレビ台をこんな感じにしたいっていうあのデザインのあの大体をちょっと説明しました。なんかね、イケアがね、5月ぐらいまで送料無料のキャンペーンやってるらしいんですよね。だからそのうちに買いたいなっていうのはありますね。なんか多分この新生活とかね、あの、多分今結構家具とか売れる時期なのでそういう キャンンペーンやってると思うんですけど IKEA ってなんか普通に配送頼むと普通に5000円とかするんですよそれもなんかあの国内の,あの家具メーカーだとなんかこういくら以上買うと無料になるとかあの5万円以上買うと無料になるとかそういうのあると思うんですけど IKEA に関してはこういくら買っても5000円とかあのなんでまあちょっとねあの配送料としては高めなんですけど なんかこうあのいつからかは分かんないですね。もう始まってんのかな分かんないですけど2月からとかだったらもう始まってるかもしれないですけどなんかその配送料無料かキャンペーンっていうのやってるらしいんでちょっとそのタイミングを狙って、えー、買おうかなと思いますせっかくなんであ値段的にも3万3000円か5万円くらいいくと思ったけどちょっと内訳を見たいなどこで見れるんだろう一覧では見れないのか まあフレームフレームこれはあでもこれ1万990円かこのベースのフレームがもう1万円ちょっとで買えるっていうあそう考えるとやっぱかなり安いですね結構ねあのなんかこう見た目結構カラーボックスぐらいのサイズだぐらいだとね見えるかもしれないですけど結構店舗で見るとでっかかったのでかなりねあの丈夫な感じの でっかいやつなんで、いいんじゃないかなと思います。あと、扉に関しては3000円ぐらいだった気がしますね。あ、そうですね。ガラスのやつだと6000円なんだけど、4000円か。4000円です。だから扉3枚で12000円と。で、足とかも、これ足は8本ついてるのかなで、えー、2本で1500円だから6000円かな足は。 これを4セット買うってなると6000円になると思います。だから、あ、ちょっと計算がわかんなくなっちゃったけど。あと、中の、あの、天板が1枚1500円だっけだから3枚で4500円。あ、まあ、そうするとそのぐらいの値段か。あ、なんか全然想像してたよりは安かったですね。あ、やっぱコスパ。これね、もう本当に自由度高い上にコスパもいいんで、本当おすすめですよ。いいですね。 これなんかこう、なんて言うんでしょうね。ある程度の大体の大きさのテレビの何インチとかのね。別にメーカーとかどうでもいいんで、大体こう何インチのテレビ置くとこんな感じだよみたいなの。ちょっとテレビのオブジェクトを用意してほしかったですけど。まあ、ある程度のイメージはつかめました。で、なんかまたこの前なんか部屋のレイアウト変更したいみたいなこと言ったんですけれども、そう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 。このテレビ台をね、こっち寄りにして、 こっち寄りにして、まあ、ここら辺にベッドを置いて、めっちゃかっこさせちっと。で、この真ん中のところにデスク置くみたいなことをね、あのー、多分10本ぐらい前の動画で喋ってるので、ぜひ、あのー、見てみてください。で、ここにこう、窓がガンとくるというような感じですね。はい。まあ、ということで、えー、こんな感じです、テレビ台は。まあ、こんな感じで考えてるよということを一応、えー、動画にしときました。 ということでいますこいつはですね今日本当はね麻婆豆腐にしようと思ったんですけどなんとね麻婆豆腐あのひき肉とあのネギとあの麻婆豆腐の素みたいなのを入れてから気づいたんですけどなんと豆腐がなかったっていう <laughs> 主役の豆腐がなくてうわこれどうしようかなと思ってこのあの 麻婆味の、あの、ひき肉とネギ、まあ、それでも美味しいと思うんですけれども、なんでちょっとアレンジしてみました。ご飯に、その、それかけて、その上にチーズ乗っけて、あの、電子レンジで4、5分チンしてみました。その麻婆とチーズ合うのかと思って調べたら、意外になんかみんな相性いいってこう、結構なんかこう、 なんだっけあのクックパッドとかでもこう麻婆豆腐とチーズのアレンジのメニューとか出てたんであ合うんだと思ってちょっと試しに、えー、とチーズ、えー、麻婆豆腐ドリア作ってみましたほらどうっすかこれすごいっすよねまあねみんなうまいって言ってるんでうまいことは間違いないと思いますがどんな感じなのかちょっと食べてみたいと思いますあめっちゃうまいわ なんかちょっと想像とは違ったんですけど、あのー、麻婆豆腐のあの、パンチを、こうあのー、チーズでこう柔らく、柔ら,らげてくれて、でもこう、スパイシーさは残ってるみたいな。めちゃくちゃ美味しいですね。あ、なんか想像以上に合うな、ま、麻婆とチーズ。なんか一緒の食べ物なんじゃないかっていうぐらい、合いますね。なんか、和洋折衷の食べ物とかよくありますけど、これは 中、中庸折衷なかなかない組み合わせだと思いますけど、これめっちゃうまいです。これはちょっとね、あの、なんていうの、説明、説明するより、こう、食べてもらった方がお分かりいただけますね。あの、もうなんかね、もう、新手の食べ物のような気がしますね。もう、麻婆でもチーズでもなく、なくってわけじゃないけど、なんかこう、なんていうんだろうな。これは、これとして名前の付きそうな食べ物みたいな。 こう、また別の、この、そのね、麻婆とチーズが合いすぎて、またこう別の食べ物なんじゃないかっていう感じです。ちょっと昨日からなかなか忙しくて手をつけられなかったこのナノブロックですね。このめちゃくちゃちっちゃいブロックのタイタニック。こいつをね、あの、作り始めてまして、これね、 めちゃくちゃ難易度、難易度もこれ最高レベル、難易度5で、1800ピースもあるんで、かなりもう、めちゃくちゃ1ヶ月ぐらいできんのにかかんのかななんて思ったら、なんかもう、昨日1日で、なんか面白くなっちゃって半分くらい作ってしまったっていう。でもこれもね、2時間ちょっとぐらいだったんですよ、もう本当にね。もう何時間も何日もかかんのかと思ったら、なんか2時間ちょっとやっただけで、ここまでできちゃったっていう。 だからこの、あの、客室の部分の白い部分まで突入してしまったんで、この上の装飾とか、まあ、正直言ってこのね、下のこの、あの、部分は結構でかいブロック、まあ窓とか装飾品とかもないんで、でかいブロックを置いていくだけだったんで、だから早かったっていうのもあって、まだこれからが時間かかる、あの、ステップなのかもしれないですけど、なんかやり始めると止まんなくて、 いや、面白いっすよ。もう本当にね、レゴブロックのちっちゃい版みたいな感じですね。なんか日本の会社のブロックらしいんですけど、なんか、めっちゃちっちゃいブロックっていう。ほら、すごくないですかこの結構ね、細かいのとかを組み立てるの好きだし、なんかこう、意外とこういう系って作ってみたらでかかったみたいなのあるじゃないですか。 でもこのナノブロックに関してはあの出来上がった後もちっちゃいんで置き場所に困らないっていうのもありこれでもね結構このブロックの中でもでかいサイズの方でもう本当にあに、のー、出来上がったものはねちっちゃいんですよねこのブロックでもなんかね一番ちっちゃいピースがもう本当3ミリとかしかないんですよね自分の指がこのくらいですからねこれやばくないですかだからこれ今 あの、この、高さも、指一本分よりちょっと高いぐらいで、すごくないですかめちゃくちゃ小さいんすよ、ブロックが。めちゃめちゃ面白いです。ステップがね、18番 ?18 番ですね。18番まであって、多分今8番ぐらいまでできたんですよね。 あ、やっぱ8番だ。8番までできてます。なんであと、まあもう本当に半分くらいですけど、やっぱりこう、下の部分比較的簡単で、上の部分の方がね、装飾がこう、いっぱいあるんで、まあこれから、あの、面白い部分なのかなという感じしますけどね。 まあでも結構なんか大掛かりな感じになりそうなのかと思ったら、もうなんかあとプラス3日ぐらいあれば普通にできちゃいそうです。 うん、あうま今日結構ね、豆、細かめに引いてみたんですけれども、それでも渋くならないのがいいですよね。この、なんだっけ、この前家族にもらった、なんとかの小割。この模様いいです。模様きれいですよね、本当に。バウムクーヘンも大好物。このバームクーヘンめちゃめちゃうまいですよ。まあ、やっぱ本格的なやつは違いますね。 祖母からもらったヨーグルトラストです。なんかね、いっぱい祖母からヨーグルトもらったんですけど、なんかあの、食べるヤクルトっていうヨーグルトがすごい、なんかそれもね、祖母がなんか間違ってかあ、祖母の家になんかたまにヤクルトの配達が来て買うらしいんですけど、なんかその食べるヤクルトっていうやつ自体もなんか間違って買ったって言って、うちらに起こしたんですけど、それ意外に美味しくて、 あの今度、あの、それ買っといてよって、祖母に言ったら、今度まだ全然違う、なんだっけ、こう、ブルーベリーの、あの、ヨーグルトみたいなのを大量に買ってて、またそれもいらないって言って、よこされたんですけど、祖母が本当は欲しい、あの、いつも食べてる、あの、お目当てのヨーグルトはこれなんですよね。これ一個だけもらったんですけど、アロエヨーグルト、ヤクルトの。こんな感じで、ちゃんとアロエのね、果実が入ってて、 意外に美味しいんですよね、甘くて。なんかね、めちゃくちゃね、爽やかな味がします。なんかミントとかそっち系、いやなんか、スースーする感じじゃないんですけど、ミントとかに似た味。めちゃくちゃ美味しいですけど。祖母、祖母の家の、あの、冷蔵庫には、これがいつも10個ぐらいストックしてあります。で、たまに間違えて、うちらによこします。なんか基本的にあの、祖母は、なんか、あの、自分の好きなものを、 あのバッとまとめて買って食べきれなかったりとか間違えて買ったものはごそっとねうちらによこすんですよね。<laughs> っていうかこの <coughs> アプローチなんですけど明らかにあのバッテリーの減りが早くなったのは感じますね。今ね正確には1年と1ヶ月2ヶ月ぐらいかなこれ2021年の、えー、と12月の半ばくらい に、えっ、ー、と、買ったんですけど、だから2ヶ月ぐらいかあ、違う1、1年と2ヶ月くらい使ったと思うんですけれども、まあ、結構ね、最初の方はもう本当に平気で、丸1日バッテリー、こうあのね、もう本当に寝る間とかもずっと着用してて、えー、っと、シャワーというか、まあ、シャワー浴びたりとか、お風呂入ったりしてる間に、もう急速充電で充電して、で、もうそっからもう丸1日、 次の日のシャワーとかお風呂までずっとね、寝てる間もね、24時間着用してて、普通にね、あの、充電するときが30%とか40%とかそれでも持ってたんですけれども、結構ね、まあ、今でも1日とかは持つんですけど、あの、結構やっぱこう20%とか10%とか危ない値になってくるんですよね。あ、もうちょっとつけてたらこれ多分充電、あの、危なそうだなっていう数値まで、 あの充電電する時は電源減ってるんですよなんでこうあの気使ってあの朝とかもあの充電するようにしたりはしてるんですけれどもあの寝る前に充電、えーまあ、お風呂とか入ってる間にして、えー、つけて朝起きるとあの結構ね100%近くまで充電して最初の,あの新品の方だと100%近くまで充電して どのくらいだろうな ?80% か75%くらいは残ってたんですけど、今60%くらいまで減っちゃって、でも本当そこからもう、あの、1日使うと、普通に20%とかまで減っちゃうんですよ。でも本当にこう、かなり使う日だと、あの、まあね、あの、1、まああの1日でバッテリー切れたことはないんですけれども、結構、あの、充電し忘れて寝ちゃったりするともう完全に切れちゃいますね。 うん、それを何回かやってますあの,買,いあの買ったばっかの頃はまあその時もなんかこう充電、あのー、し忘れて寝たことあったかなあった気がするなその時も多分ね結構ねなんかさすがに危ない値にはなったんですよそれでもまあ10%とかは残ってたんですけれどもまあでも1日使った時点で20%ぐらいになってるからやっぱ結構電池のね残量は減ってるんだと思います ちょっとね、あれ、あの、パーセンテージみたいなの。ちょっと見てみるか。あの、バッテリーの寿命のパーセンテージ。見れるんだっけアプローチって。バッテリー。あとた、バッテリーで。82%っていうのはこの今のあれだよね。あ、バッテリーヘルス。あ、89%か。 なんかこう、アップル製品のバッテリーって80%ぐらいまでね、使えるんですけど、89%か。それにしては、充電の減りが早い気がしますね。アップロッチの寿命って結構2年とか言われてて、あの、やっぱりね、あの、なんかこう、アップルの推奨だと、アップルウォッチが2年で、iPhone が3年で、Mac が4、5年で、AirPods が2年っていう、あの、なんかなってるんですけど、 一番最初にやっぱ劣化するのはこのバッテリーで、そのね、あの、バッテリーのそれは寿命で、あのー、その,あの、寿命の目安設定はしてるらしいです。もちろんこう、バッテリー、アプローチできるのか分かんないですけど、iPhone とかだとまあ交換してもらえますけど、バッテリー、お金払えば。あの、アプローチそれできるのか分かんないですけど、あの、やっぱりね、あの、 バッテリーがこう一番早くダメになっちゃうみたいです。この機械の中で、この,あの画面とか、えーっと、中の基板とか、そういうのじゃなくて、バッテリーが一番早くあの寿命を迎えるみたいなんで、そのバッテリーの寿命でこの、えーっと、目安の寿命っていうのをね、あの、出してるらしいんですけれども、Apple Watch ってバッテリー交換サービスとかできるのかなちょっと調べてみるか。 あ、今調べてみたら、12,200円って出ましたね。なんか、アップルね、なんだっけ、年明けぐらいに、そのバッテリーの交換の料金をめっちゃ値上げしたんですよね。なんか、あの、iPhone とか iPad とかの収入、なんか iPad とか、iPad じゃない、Mac だっけかな。なんかバッテリー交換にもう5万円近くかかるとかって、のね、がちょっと記憶に残ってるんですけど、なんか、 あのバッテリー交換めっちゃ値上げしたのかこれから値上げするのかだと思うんですけどでも確かにね iPhone のバッテリーがなんか1万円か9000円台後半ぐらいであのなんか1万円にならないような価格設定で交換できた気がするんですよ iPhone ですがでも Apple Watch でこれ1万2000円するから iPhone っていくらすんだろういや待って今調べたら今自分がメインで使ってる iPhone13Pro で調べてみたら9800円だったわ あれまだバッテリーの値上げはしてないのかなでもなんかね、でもこれから値上げするんだと思います。あの、確実に値上げするっていうあれは見たんで、Apple Watch もこれ値,値上げして下手したら2万円ぐらいになるかもしれないし、あの iPhone のバッテリーとかもやっぱ値上げするかもしれないんで、あの、ちょっとこあのそこはちょっと要注意ですね。でもまださすがに交換しなくていいかなっていうのはありますね。い あの2年、まあなんかアップローチのなんかそのバッテリーの寿命が2年ぐらいって言われてるんで、あの、だいたい来年ぐらいになったら交換してもいいのかなって感じしますけどね、今、このね、機械自体はめっちゃ値上げして、アップルウォッチもこれね、4万台後半とか5万円で買えたのが今6、7万普通にするじゃないですか。なんで、あの、バッテリー交換サービスで、あの、 あと、あの、もう1年ぐらい使ったら交換して、まだまだ使い続けてもいいのかもしれないです。別にこう、機能的な不満とかないし、これ、あの、セブンなんですよね。アップローチセブンなんですけど、別にこう、8の方がいいとか、今、ウルトラとか出てますけど、ウルトラの方が若干バッテリー持ちいいみたいなこと言われてますけど、若干じゃないな、めちゃくちゃいいのか、あれ、3日ぐらい持つんだっけなこと言われてますけど、まあ別に、 あのこれであのね別に動作重いとかそんなことないんでこうハードウェア的なとかまあそのあの性能的な不具合が出始めるまではあの全然あの4年でも5年でも使ってていいんじゃないか、ね、今もう本当にねポコッと買い替えられなくなってき,きたんでねだんだんねもうアップル値上げしすぎて。 もうなんかね、iPhone とか PC とかもそうですけど、もうなんか最近もう本当に簡単には買えなくなってきてるんで、もう本当にこうハードウェア的な損傷がないとか、あの性能的にこう、あの動作重くないとか、そういうのだったらもう下手に買い替えないで、こう、修理し続けて使った方がね、あの、トータルでや安上がりなのかもしれないですね。前だとね、あの、買い替えた方がいいよねってなったりしたんですけど。